こんにちは、皆さん。今日は中国の工業化とその国際的な影響について深く探る時間です。この動画を通して中国の工業化の歴史、主要な産業の特徴、そして中国の海外進出の背景とその影響について理解を深めていきましょう。本編では中国の工業化の歴史を概観します。次に主要な産業とその特徴に焦点を当て、最後に中国の海外進出の背景とその影響について詳しく見ていきます。 1. 中国の工業化の歴史。中国の工業化はその複雑な歴史とともに進展してきました。特に1978年の改革開放政策は中国の工業化と経済発展における重要なターニングポイントとなりました。それではこの歴史的な過程を詳しく探っていきましょう。前期の工業化、1949年から1978年。1949年の中華人民共和国の成立以降、中国は社会主義国家として計画経済を基本としました。この時期国家は重工業を中心に発展させ、農業や軽工業は二の次とされました。1958年に始まった大躍進政策では鉄鋼生産を急速に増加させる試みがなされましたが、この政策は農業をおろかにし大飢饉を引き起こすなど多くの問題を生み出しました。改革開放政策と工業化。1978年以降、1978年、小平が指導者となり改革開放政策が打ち出されました。この政策は外国からの投資を奨励し、特定の地域を経済発展の実験場として開放しました。これにより外資が流入し、多くの外国企業が中国に工場を設立しました。この時期中国は低コストの労働力を生かし世界の製造業の中心地となりました。多くの製品がメイドインチャイナのラベルを持つようになり、中国は世界の工場とも称されるようになりました。工業化は都市部で特に急速に進み、多くの農民が都市部の工場へと流入しました。21世紀の中国工業。21世紀に入り中国の工業はさらなる進展を遂げています。製造業はもちろん、高度な技術産業やサービス産業も急速に発展しています。中国政府は中国製造2025などの政策を通じて高度な製造業へのシフトを図っています。これは情報技術、高速鉄道、電気自動車、電力設備、新材料など10の重点分野における自主的な技術革新を目指しています。中国の工業化は国の政策や国際的な状況、そして国内外の経済環境と密接に関わりながら進展してきました。その結果中国は世界第2の経済大国となり、その工業政策や製造業は世界中の多くの国々に影響を与えています。今後も中国の工業化と経済発展は世界経済において重要なテーマとなるでしょう。 2. 主要な産業とその特徴。中国の主要な産業は製造業、情報技術、エネルギー、そして農業です。特に製造業は世界の工場とも称され、多くの製品が世界中に輸出されています。製造業。中国の製造業はその規模と多様性で世界をリードしています。安価な労働力、広大な土地、そして政府の奨励策により多くの国際企業が中国に生産拠点を設けました。家電、衣料品、おもちゃ、家具など多岐にわたる製品がメイドインチャイナのラベルを持ち世界中に輸出されています。近年では高度な技術製品や電気自動車の製造も増加しており、中国製造のイメージも変わりつつあります。情報技術。中国の IT 産業は急速な成長を遂げています。アリババ、テンセント、バイドなど世界的に有名な IT 企業が中国に拠点を持っています。これらの企業は e コマース、ソーシャルメディア、AI 技術など多岐にわたる分野で革新を続けています。また中国政府はデジタルインフラの拡充を推進しており、 5G 通信網の導入やスマートシティの開発が進められています。エネルギー。中国はエネルギー消費国としてもエネルギー生産国としても世界のトップに位置しています。石炭、石油、天然ガスなどの伝統的なエネルギー源に加え、再生可能エネルギーの導入も進められています。特に太陽光発電や風力発電の設備は急速に増加しており、
環境問題への対応としてのエネルギー転換が進行中です。農業、中国は広大な土地と多様な気候を持つため、さまざまな農産物が生産されています。水稲、小麦、トウモロコシなどの主食作物のほか、茶や果物、野菜などの特産品も豊富です。近年では農業技術の革新や農産物の輸出拡大が進められており、農業の商業化や近代化が進行中です。中国の産業はその多様性と規模で世界経済に大きな影響を与えています。経済の急成長とともに各産業も変革と革新を続けており、今後の動向が世界中から注目されています。 3. 中国の海外進出とその背景。影響。経済の急成長とともに中国は海外への投資や事業展開を積極的に進めてきました。これは新しい市場の開拓や資源の確保を目的としています。一方、中国の海外進出は受け入れる国々に経済的な利益をもたらす一方で、政治的、経済的な緊張も生じています。より詳細を見てみましょう。新しい市場の開拓。中国は過去数十年で急速な経済成長を遂げましたが、その成長を持続させるためには国内市場だけではなく新しい市場の開拓が不可欠です。中国企業はアフリカ、東南アジア、ヨーロッパなど多くの地域に進出しています。これにより新しい消費者層へのアクセスが可能となり、製品やサービスの販売範囲を拡大しています。資源の確保。中国の経済活動はエネルギーや鉱物などの資源に大きく依存しています。しかし国内の資源だけでは需要を満たすことが難しいため、海外の資源を活用する必要があります。アフリカや中東、中央アジアなどの資源豊富な国々との協力を強化し、石油やガス、鉱物などの確保を図っています。技術、ノウハウの獲得。世界の技術革新のペースは速く、中国もこれに取り残されることなく最新の技術やノウハウを獲得する必要があります。欧米の先進企業や研究機関との提携や技術移転契約を結ぶことで、新しい技術やビジネスモデルを取り入れています。これにより国内の産業の競争力を高めることができます。中国の海外投資は受け入れる国々にとっても大きな経済的利益をもたらす可能性があります。中国はインフラの建設や工場の設立など多岐にわたる投資を行っています。これにより受け入れる国々では雇用が創出され、経済活動が活発化しています。特に一帯一路イニシアティブなどの大規模なプロジェクトは多くの国々の経済発展に寄与しています。中国の海外進出は国内の経済的ニーズを満たすだけでなく、世界経済にも大きな影響を与えています。その背景や具体的な動きを理解することで、今後の国際的なビジネスや経済の動向を予測する手助けとなります。中国の海外進出による影響。政治的、経済的緊張。中国の経済的影響力の増大は多くの国々で歓迎されていますが、それと同時に懸念も生じています。中国との経済的なつながりが強まることで、政治的な意思決定や外交政策に対する影響が懸念されています。特に中国の投資や援助を受けることで、その国の独立性や主権が侵害されるのではないかという声も上がっています。これらのことから中国とのバランスの取れた関係を築くことが求められています。経済的な利益を享受しつつ、政治的な独立性を保つ方法を模索する必要があります。文化的交流。中国の海外進出は経済だけでなく文化の面でも大きな影響を及ぼしています。中国文化の普及により、映画、音楽、食文化などが世界中で受け入れられています。また学生やビジネスマンの交流も増え、相互理解が深まっています。しかし文化的な違いや誤解から生じる摩擦も無視できません。中国文化の受け入れと同時に、受け入れる国の文化や価値観を尊重することが重要です。また中国の文化的影響力が強まることで、地域の伝統や文化が希薄になることへの懸念もあります。このように中国の海外進出は多くの国々にとって経済的な利益をもたらす一方で、政治的、文化的な課題も生じています。これらの課題を乗り越え、双方にとって有益な関係を築くことが今後の国際社会の大きなテーマとなるでしょう。中国の海外進出は
経済的な利益をもたらす一方で、新しい課題や緊張も生じています。これらの影響を正確に理解し、適切な対応を取ることが、今後の国際関係の安定にとって重要です。まとめ、今日、私たちは中国の工業化の歴史、主要な産業、そして海外進出の背景と影響について学びました。中国の経済的な発展は世界経済に大きな影響を与えており、今後もその動向を注視することが重要です。今回の授業も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もさらなる興味深いトピックでお会いしましょう。それでは良い一日を。